放送技術本部営業推進部、村山と申します。こちらのブースでは 3D4K シアターと題しまして、 3D4K そして 4K3D ですね、またアドバンス 3D という新しい 3D の放送方式の提案を行っております。 3D ではこれまでの 3D に加えてですね、新しいハイスピードの 3D とかですね、特撮的な 3D 映像を出しております。で 4K 映像と 4K3D も出しております。 4K3D では特にですね 3D の 4K 映像というのは非常にまだ少ないかなと思います。制作自体も非常に手間がかかるけども、やはり立体感としては非常に優れたものになるというふうに思っております。その映像展示を行っております。さらにですね、アドバンスド 3D、これは、従来の、3D の放送方式では、2画面で、放送していて、2D のテレビの方は2画面でしか、3D を楽しめないというものを解消したい。もう一つは、サイドバイサイドを、横に伸長してしまうがためにですね、映像がちょっと荒れてしまう、そういった 3D の、視聴環境を良くしたいということで、新しい 3D の放送方式を提案しております。ぜひご覧いただければと思います。